今日の雑学としてスパゲッティの起源についてお話ししましょう。スパゲッティはイタリアの代表的な料理の一つですが、その起源には諸説あります。一般的にはイタリア南部のナポリで誕生したとされています。具体的には17世紀にはすでにナポリでスパゲッティが作られており、18世紀にはナポリを中心に広まっていったとされています。しかしある説によるとスパゲッティは中国から伝わったという説もあります。実際古代中国では小麦粉を水で練り細長く伸ばした麺を作っていたそうです。またマルコ・ポーロが13世紀に中国を訪れた際に麺について記述しており、その中には細くて長い麺についての記述もあるとされています。その後13世紀から14世紀にかけてイタリアにおいても麺が作られるようになり、そこからスパゲッティが生まれたという説です。ところでスパゲッティといえば茹で上がった麺をフォークで巻き取るという独特な食べ方がありますよね。これは17世紀にイタリアで出版された料理書にスパゲッティを口に入れる際はフォークで巻き取るという記述があったことから始まったとされています。それ以前にはスプーンを使って麺を食べるのが一般的だったそうです。現代ではスプーンとフォークを併用する人も多いですが、スパゲッティはやはりフォークで巻き取って食べるのが本来の食べ方なのかもしれませんね。というわけでスパゲッティの起源には諸説ありますが、イタリアのナポリで誕生したという説が一般的です。またスパゲッティの独特な食べ方は17世紀に出版された料理書によって広まったとされています。スパゲッティに関連する話題としてアルデンテという調理法の由来という話題を紹介しましょう。アルデンテとはイタリア語で歯ごたえがあるという意味です。スパゲッティをはじめとするパスタを茹でる際に適度な歯ごたえを残すためには時間や火力などの調整が必要です。このような調理法がアルデンテと呼ばれ、現代のイタリア料理に欠かせないものとなっています。アルデンテという調理法の由来については諸説あります。一説によるとアルデンテの語源はラテン語の ALDENTE であり、歯に当たるような硬さのパスタを表現したものだとされています。また別の説によると19世紀にパスタの製造業者が ALDENTE を使い始め、それが広まっていったとされています。ところでアルデンテという調理法はスパゲッティだけでなくパスタ全般に用いられるものです。しかし実はイタリア国内でも地域によってアルデンテの加減が異なります。例えば北イタリアではやや固めが好まれ、南イタリアでは柔らかめが好まれる傾向があるとされています。最後に仮説を述べると、スパゲッティがイタリアで誕生したのは間違いありませんが、麺そのものが中国から伝わった可能性もあるということです。またアルデンテという調理法に関しても由来には諸説あることから正確なところは定かではありません。しかしこれらの歴史的背景からもわかるように、料理には文化や歴史が詰まっており、それらを知ることでより深く味わうことができるのではないでしょうか。